今日は178ページについてお話します。ここではいつまでも同じ乗り物はダメですよということが書いてありますね。前回も人生は運転するもの、そして自分は車と同じという話をしました。そしてもしそれが三輪車ならば人生の目的に向かうことは無理なんです。で、三輪車の方は次どうしたらいいかというと、自転車に乗り換えなければいけません。その次に電車に乗らなければいけません。そしてその次に自分で運転する乗用車にならなければいけません。こういう順番があるわけですね。ですからまず三輪車に乗ってる場合、自転車に乗らないといけないんです。その時に三輪車を手放さないといけないんです。ずっと子供の時に使っていたものを手放さないでいると次のステージに行けないということなんです。でも三輪車を捨てろと言われただけでもう反応してしまって、そんなにひどいことはおかしい、それは間違ってると思い込んで次に行けないということになるんですね。前にも変わるためには古い自分を殺さなければいけないという話をしましたが、これも同じなんです。三輪車を自転車にするには三輪車を捨てなくてはいけないんです。三輪車を否定する必要があるということです。これが怖いから多くの人は次に行けないんですね。でももしそれができたとしたら、それはとっても素晴らしいことです。何しろ三輪車ではせいぜい時速5キロですが、自転車だと20キロ近く出せますし、そしてそれから電車に乗れば60キロは出せますし、車になれば100キロは出せるわけです。ですからそういうふうにどん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 前に進んでいく方が得られるものが大きいんです。それを信じてまず今自分が持っているものを手放しましょう。そうやって次々変わっていくからこそ景色が変わり、あなたが持てる範囲が変わります。ではまた次回。